はい、白です。またね、ちょっと久々な収録になりまして、まあ、約2、3週間ぶりぐらいだと思うんですけれども、今回はね、トヨタクラウンセダンの FCV 新型市場、クラウンらしい説得力に満ちた車だということで、島崎さんの試乗機ですよね。えー、それをちょっとニュースとして取り上げさせていただければなと思っております。トヨタクラウンというとですね、まあ、昔、 そうですねどれぐらいの世代でしょうねえー、まあ1960年代70年代生まれぐらいの方は CM なんかでもねよくご覧になった人もいるでしょうしこの中にまあ中小企業の社長さんですとかねあるいはちょっと零細企業なんかでもこう社長さんであった方なんかはよくパッケージの まあ、CM のね、広告というか、その、標語みたいな形なんですけどね、いつかはクラウンというね、標語で、まあ、クラウンというのが王冠の意味ではあるんですけども、まあ、ここのエンブレムなんかにもね、昔は書いてあったんですけど、今、載ってないの、あ、ここにもありますよね、王冠のエンブレムですよね。まあ、非常にいい高級車のイメージがあったんですが、まあ、今でも高級車ですけれどもね、 いつかはこの高級車に乗れればなというぐらい豊かになれればなという時代だったんです。高度経済成長を、ね、引っ張ってきた頃の時代ですけれどもね。で、やっぱそういう象徴的な車であるには越したことないんですけども、まあ、今なんかではね、一番乗ってるのが多分パトカーじゃないかなと思うぐらいですけどもね、どうなんでしょうね。まあそういうクランのイメージっていうのはだいぶ変わってしまったなという気はします。まあ、これれれは時代のの流れとしてね、セダンっていうのはそれほど、 もう乗られなくなくってきてきますよねやっぱ今はミニバンに乗ってる人がすごく増えてきてまして非常に車のユーティリティを考える、まあ、人がねそれだけ乗れるとか荷物が乗れるっていうことで車を考えてる人がいますよね。でかえってこういうセダンタイプですとかス,トスポーツカーっていうものの人気は、まあ、ある一定層のね人気はあると思うんですけども、まあ、作っても売れないからやっぱりどうしてもね えー、作れなくなくってきてきるかななというふうふ形ではあります世界的にはね結構セダンの需要っていうのはまだあるとは思うんですけど日本での市場ではかなりいい後退してるかなということはありますよね。まあ、これはねいろいろ景気の後退とかまあ給料がねここ30年以上上がってないっていうこともありますしいいなかなかねそういう中小企業の社長さんとかですねそういったものも。 工場なんかかを見てみるとよよくわかりますよね。今いろんなところでやっぱり工場とかあ店舗とかっていうのがやっぱりこう潰れてきてますよね。これは人口減少の問題もありますけれども、まあ、ちょっと後にお話しするね、今回のやっぱり、えー、567騒動っていうのはやっぱりね、非常に大きかったのかなというふうにありますし、これは今でも続いてますし、い私は情報戦争のつではないかなというぐらいの。 ものではあると思うんでですけども、まあ、その話は後でちょっと詳しく、ね、お話ししくお話ようとと思いますではちょっと記事の話をね少し載せていきたいまあ少しというかね読んでいきたいと思うんですけれども「初代トヨペットクラウンの登場は1955年筆者はその少し後に生まれ幼少時は親に買ってもらったミニチュアカーをめでていたから一応初代からリアルタイムでクラウンの進化ぶりを目撃した してきた1人でもあると数えて実に18代目というンドのクラウンのセダンだがスタイルはかなり斬新だフロントで言えば薄めの奥に4眼 LED ランプを組み込み今風でそれに縦朝とかな縦朝っていうのかなと後ろに格子の表現をあしらったグリルはかな,かなり立派な構え アストバック風のリアは、見かけ上のノッチはほとんどないに等しいが、ハチバックではないリッド式のトランクとしているところが、フォーマルを意識しているといえばい、いかという感じですね。心くばりにあふれたインタリーはに唸ると。トヨタクラウンセダン FCEV ということですよね。まあ、クラウンのすごいですね。今、こんなになっちゃってるんですよね。 やっぱりこういうところにシフトノブがまだ残ってたりとかっていうところでまあセダン系の形を少し残しているのかなというところありますけどもどん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 車の形がねやっぱり進化してきてインテリアもかなりの部分ですよねまだスイッチ類とかが結構残っているのがやっぱりここら辺の車のねあれなのかなと思います今はもうタッチパネルですとかねスイッチなんかもだいぶ減ってきてるんじゃないかなと思いますねでインテリアは他の え車形の車型かなのクラウンと基本的に共通したデザインで左右非対称のインパネは水平基調で、えー、木目調パネルも使いかなわかんないな。えー、この車に見合った落ち着いた雰囲気と。センターコンソールもセダンはクラウンシリーズ中で最も幅広だそう。ああ、そうなんですね。ここですね。センターコンソールがやっぱすごいですよね。まあ、画面っていうかね。 ものすごい、まあ、iPad みたいなこうでかい画面がドーンって乗っかってるテスラなんかもそうですけども、まあ、他の車種なんかでも、ね、そうですけどねもうテレビみたいな小っちゃなテレビみたいなものがここにドーンってあるようないう形になってきてますよね。えー、でエレクトロシフトマチックと呼ばれるボタン式でも特殊スイッチ式でもダイヤル式でもない旧来のシフトレバーに近い形状とシフトレバーには安心感があると。 まあそううでしょうね。まあ、私なんかも <laughs> やっぱ古い人間なんでこういうところに安心感を感じますよね。装備はもちろん至れ尽くせりながら、えー、助手席肩口に備わるスイッチでドライバーが助手席を前に寄せたり倒したりできる仕組みや降車時、後席への置き忘れに注意してくださいのメッセージが消えたメーターに最後に表示されるなどの心配りの心も見逃せないと。 ステアリングヒーターやシートヒーターとシートベンチレーションは全2席でなく後席左右にも装備する手厚さとお。すごいですね。後席にはマッサージ機能の一種も備わるということですね。神経を逆手しない極上のドライバビリティということで、えー、なそして何といってもクラウンらしい FCV の走りっぷりだと。 ミライやレクサス、LC などと共通の FRGAL プラットフォームというのはなるほどと納得させられるところでハンドリング、パワーフィールなどを語るのは無水に思えるほどの滑らかさと神経を一切逆らでしない極上のドライバビリティが実現されていると。試乗車の車両重量はちょうど2トン。すごいですね。<laughs> こんな重いんだ。だったが、重さを味方にした。 ボディの安定感によるフラットライドと未来をよりいい洗練させた印象の穏やかだが、意に沿う挙動もいいし、当然ながらモーター駆動による音、振動の小ささもならではだと実感、クラウンらしい設定を見ちた車だと思ったということですね。で、こういう,うーモータージャーナリストだということですよね。 うん1958年生まれだからもう60歳を超えてる年齢の人ですよねはいまあそういどうでもいいとしてやっぱりねこのクラウンっていうのは今の世代の人はまあそんなにひびがないですしどうでもいい存在かもしれませんがうん国内専用モデルだったんですよね今まではで海外にもこれから言って出ようという大のかなのかなという形ではあると思うんですけどトヨタもね市場の6割7割 もっとかな8割ぐらいが多分海外市場だと思われるのでやっぱそういったところでもセダンタイプっていうのはまだ人気の国というのがありますのでね、えー、そういうところに向けた市場車というか車だというふうに思えると思います最近ねアジアの人たちもやっぱり食は豊かになってきたのか、まあ、主にこうアジア系とかで売れるんじゃない中東とかでも売れるのかなわからないですけども FCEV っていうもの自体がですね、やっぱりそれなりに水素ステーションのないところじゃないと供給に困ってしまいますので、まあ日本でも都市部でしょうね、都市部でもかなり厳しい環境かなと思います。航続距離は500キロ以上は多分走るとは思うんですけどもね、未来とかも多分それぐらいは。 まあ走行距離、まあ、走行の仕方とかねそれにもよるとは思うんですけども500キロ以上走れる感じでまあ、どれぐらいの使い方にもよるかもしれませんが1週間にいっぺん入れるとしたってそこまでの距離を考えるとそれなりにやっぱり水素ステーションに近いところに住んでいる人じゃないと不便を感じることは相当あるんじゃないかなと思います特に遠出をしたりとかねそういった場合にはやっぱり水素ステーションをまあ ここういういところで位置が出たりとかね、どれぐらい高速距離があるとか、そういうのを考えながら行かないといけないっていうところは、まだまだね、やっぱり FCV の場合はありますのでん、逆にこの通勤とかで使う人の方があのやりやすいのかなっていうところはちょっとあったりはしますよね。うん定期的にその入れる場所が決まってて、えー、そこで、 だって時間帯もね、あれ、5時ぐらい、9時、5時ぐらいでしかやってないんですよね。なかなかね、これ大変だと思いますよ、入れるのは。うん。まあ、あの、今、ガソリンスタンドも24時間やってるところっていうのは、ほとんどないんじゃないかなと思うんですけども、だいぶね、都市部でもね、閉まっちゃうところが多いです。田舎だったらもっとですよね、土日もやってないとかっていうところはすごく多いと思うんですけども、それでもね、もっと少ないので、結構きついかなというところですよね。 まあ、無人の,、ね、あの自分で今セルフのスタンドがあるって言ってもですね中にはやっぱり一人安全あのを保つためにいる人がいるわけなのでそういった意味でも24時間営業でやるっていうのはね相当人件費的にも防犯上の上でもですね えー、厳しいいいんじゃないかなかというとうころはありますよねだ今後もなかなかねあの人を排する上でセルフができるとしてもです、ね、水素ステーションの場合にはこの水素というものがやっぱりまだ安全面で結構危ない部分もありますので、えー、日本ではまだ、ね、セルフ式のというのはないんじゃないかなとは思うんですけどもいずれねそういう風になってくるんじゃないかなとは思うんですが、まあ、そういう危険性の部分もね加味しながらやるっていうのはなかなか難しいと思います。 でもね、これは運からまたどん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 展開していくっていう部分では面白いかなと思いますよね。はい。まあ今 FCV じゃなくて、えー、とハイブリッドですね。ハイブリッドもトヨタなんかではねかなりの車種をあのカバーしてますので、まあ、大体ハイブリッドが選択肢の一つにあるという形で、えー、トヨタなんか 消費器量の車はなかなか難しいですけども最近では、ね、あのプロボックスとかの,あの商業車あたりにもです、ねえー、ハイブリッドの選択肢が出てきて、まあ、かなり新型でハイブリッドに乗っている方が増えているんじゃないかなというふうな形がし,気がします、まあ、あれだけ、ね、こう出てくるとハイブリッドに乗る人というのがです、ね、あの格段に増えてきますよね。 なぜかというと、やっぱり会社の営業者がハイブリッド車になったりすると、それをまあ1人で使う人もいるでしょうけど、複数で使うってことがだいぶ増えてくるでしょうし、まあ、同乗する機会とかですね、うんえー、そういったものも増えてくるので、うん ハイブリッド車に触れる機会というのがですね、まあ勢い増えてくるのかなと思います。まあ、自分でね、もう買う人なんかはもっとわかるでしょうし、どんな程度でどんな燃費なのかなと、どんな走り方をしたらどんなふうになるのかなっていうこととかね、乗り味とかそういったものもいろいろ増えてくると思います。で、そういった意味からですね、まあじわじわとこう FC EV っていうのも。 増えてくればいいいいんじゃないかなかという気がします、まあ、水素ステーションの普及という部分でかなりネックがありますけれども、まあ、それでもですね、えー、FCV っていうもののお必要性を少しずつ解いてるトヨタさんっていうのは、まあ、偉いなという気がしますよね。 まあ、なかなかね、このインフラ整備までを考えてやっていくっていう中では、やっぱり国を挙げてとか、他の会社の企業の、ね、協力関係がないと難しいということもありますけれども、エネルギー効率的にはね、やっぱり FCV が水素エンジン車よりも優れてるっていうところはありますけれども、水素エンジンも積極的にレースで展開して、ですね、どん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 やってきてるっていうのは素晴らしいなと思います。 まああの発表段階ではです、ねえー、ポルシャとか、ね、フェラーリとかの、まあ、ガソリンエンジンを、ねえー、ずっと作り続けている牙城であったランボルギーニなんかもそうですけども、まあ、EV にシフトするという発表を、ね、しだしたので、まあ、本格的にガソリンエンジンというのはやっぱりヨーロッパ方面ではなくなっちゃうんじゃないかなという気はするんですよね。だからなかなかその趣味の車としてガソリンエンジンを残しておくというのはもう難しいのかなと。 まあ趣味の車ですよね。うん、どちらかというとね、まあ、実用的な面は、まあポルシェはまだいいとしても、フェラリとかねランボルギーニなんかもうまさになくなってきてるというところですので、まあこの本当ね、CO2 の問題とかそこら辺のことがどこまで推勧進められていくのかなというのはわからないですが、まあ唯一抵抗しているメーカーさんなのがトヨタさんなのかなという気はします。 今のところね、世界中でかなりやっぱり車が売れてきてるし、この FCV っていうものがどういう展開になってくるのかはまだまだわからないですけど、やっぱりその地道にね、こうやって作り続ける力っていうのは本当にすごいなと、継続は力なりじゃないですけどもね、素晴らしいなと思っております。私も陰ながらね、何を応援するのかっていうわけじゃないですけども、まあ、こういった姿勢にね、こう自分自身も重ねてきながらですね、 トヨタさんのこういう企業姿勢っていうのもね、こうやっぱりね、えー、見習いたいなというところですよね。まあ他の会社でもね、やっぱり右往左往してなかなかね、えー、できないとか、ホンダさんなんかやっとまた作り直したりはしてますけれどもね、あそこも一生懸命やってた,ったはずなんですよ、アメリカとかでテストしてね。でも一気に EV には行ったはいいけれども、 EV の,あの様子がどうもね、小よ家怪しくなってきたから、f c v を展開していこうかな、アメリカなんかとね、また協力してやっていこうかなっていう形ですけど、まあ、アメリカもね、今ちょっとやばい状況ですから、皆さんどう思ってるか分かんないですけども、移民がいろいろ入ってきたりとかね、経済的にもかなり厳しい状況ですし、まあ、一部のこう銀行なんかも潰れてるっていうね、全然日本ではニュースになってませんけれども、そういったところも出てきてはいるわけですよね。 それよりも、あのーまあ、国内的な問題がね、やっぱりいろいろ山積してきてですね、えーまあ、どうなのかなってアメリカも大統領選挙でいろいろ変わってくると思うんですけどもまあ、モストラとかね、言われてますけどもしもトランプがね、また大統領になったらみたいな感じでやってますけども、まあ、このままいけばほぼほぼやっぱりトランプさんが受かるんじゃないかなという方向性に来てる感じではありますよね。 えーまあ、そこまでの報道が日本では全然されませんけれどもさすがだなと思います。報道規制が、ね、しっかり効いてるなという感じですけどもね。はいまあ、そこら辺の話も話をしだすとまだまだね私も分かんない部分がいろいろあるんでいろいろな動画を見てこう自分なりに分析するという方向性はできないんですけれども、まあ、おそらく今の流れでいくと海外なんかのニュースですとかねそれを拾ってきている人たちの話を。 いろいろ見てみるとかなりトランプさんがね、えー、行くのが濃厚じゃないかなという気はしますよね。はい、バイデンだってもう80歳超えてますからねいい加減そういうのが大統領やるのどうなのっていう気もしますけどね、うん、アメリカ人が納得してそこに投票するのっていうのになるとねアメリカはもっと日本よりも平均寿命とかね 平均年齢とかも若いはずなので若い人のここからするとまあ倍年、ね、どうなのっていうところになりますよね。うん。一国のね首相がおじいちゃんならどうすんのって感じですよね。とは思います。はい。というところで、えーまあ、そこら辺の政治の話っていうのも後でちょろっとしますけれども、まあ、今回ねまたこの話をしようかなと思うのはあの567の話ですよね。 やっぱり身近な問題として今皆さんで、えー、感じられる部分としてやっぱり567もういい加減ね、えー、分かってきたんではないかなという人も増えてきてるとは思うんですけどどこまでそれを理解するかどうかというところは人によっていろいろ変わってきてると思いますでまあ日本ではねまあ事実として分かってるのは世界中ではねやっぱり2回までの接種 とかね、4回までの接種っていう形で、えー、終わってるところが多いですし、まあ、世界で唯一7回に、まあ、8回目も、まあ、有料ですけれどもね来月今2024年の3月なんですけども4月からも、まあ、継続してね、えー、お金を取るけれども打ちたい人は打ってくださいという形でね、えー、アナウンスをしてますし準備も進めてるわけですよね。ということで まあやっぱり一番そういったねえー、日本人があやらされてるというかやってるというかあところが一番大きいのはこの五六7のちくわの話になりますよね。まあ本当にねこの言葉自体もおかしいんですけども。 まあこのことについてはね、いろいろ話そうとすると、本当すぐに、バンが来るということですよね。じゃあ、情報を取るっていうのも、まあ、YouTube 上ではなかなか難しいのかなという形ではあります。けれどもね、まあ、隠語を使いながらでも、私もちょっと話をしてきてますけども、いい加減ね、周りの話とか、これをあの隠蔽しようというか、まあ、なかったことにしようというふうな話にしてもですね、 えーまあ、皆さん自身もそうですし皆さん自身がどこまでこれを接種したのかどういう情報でこの、えー、567事態を捉えているのかっていうところを、えー、人によってはいろいろと違うと思うんですけども、まあ、実際に起きている現象っていうのをねやっぱよく見ましょうよということですよね。あなた自身の体の変化が起きていればなおさらだと思いますけれども接種、ね、してからですけどもね。 周りりでもやっぱり色々話は聞きます,よ、ね、ですごいのはやっぱりもしそれが原因だったとしてもですねやっぱりお医者さんが取り合ってくれないというかじゃあ逆にですねこう認定させようというところでね取り上げようとしてもですね、えー、なかなかその手続き上の例えば あ死亡認定なんていうのは、ね、相当大変らしいんですよね、やっぱり書類を揃えたりとか、その証拠を集めたりするっていうことだけでもう諦めちゃう人も相当出てくるような、これ、まあよく役所あるあるですよね、自分が得しようと思ったことでやろうとすると、本当に大変だということです。これね、私の一つ例を挙げようとするとですね、えー、私の知り合いの1人が、確定申告したいと。 ちょっと高齢なのでね、えー、なかなか難しいから、あのー、マイナンバーカードを使ってですね、えー、e-tax というものを使ってシステムでね、やろうとしてたんですが、いろいろなシステム障害があってですね、えー、今回できませんでしたという話になりました。まあ、これもですね、私もスマホからやれるんで、まあ、そんなに難しくないだろうという形でしたけれども、 まあ、いろんな障害が出てきました。本当に。まあ、年配の人たちと、まあ、すぐに分かんなくなっちゃうだろうなということがね、いろいろあって。で、結局、なんでダメだったかっていうと、あのー、まあ、生命保険会社からのね、その、控除をするという話だったんですけども、生命保険会社からの回答がやっぱり得られないんですよね。で回答が出てくるまでにその 確定申告の時期が終わっちゃうということだったので、まあ、これは諦めざるを得ませんよねと。電話で確かめたとしても、まだちょっと審査に時間がかかりますみたいなことを言ってるわけですよね。いや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 、あなたね、あのー、その特定のための書類をその生命保険会社から送ってきてるわけですよ。でね、e-tax でやろうということも政府で進めていて、マイナンバーカードも取らせてですね、えー、やらせてるわけですけれども。 なんでそれを申請するのに手間がかかっちゃうんですかそれがね、確定申告の終わり時期以降になっちゃうんですかっていう意味ないでしょ、そんなの。わざわざハガキで送ってるんですよ。だったらそれがスムーズに済むようにね、えー、処理するべきじゃないですか。だからやりたくないのかなとか、やらせたくないのかなとかね、そういうところに人を割かないのかなとか、いろいろ考えちゃいますけれども、まあ結局はね、あのー、そういったものをやろうとする場合には、 現地に行ってですね、えー、税理士に頼んで、それは去年なんかうまくいったらしいんですね。だから今年もそれでやろうとしたらですね、まあ、めちゃめちゃ混んでるわけですよ。インボイス制度の部分があってですね、えー、まあ申請に来てる人、もめちゃめちゃいてですね、もうそれどころじゃないと。まあ、年齢がある程度いってる人ですから、順番待ちだけでもう疲れちゃうと。 1>, 1時間、2時間どころか、3時間待ちとかね、そんな感じなわけですよね。で、税務署ってね、周りが不便だったりとかするわけですよね。で、その人、足もちょっと悪かったりするんで、どっかじゃあ食べ物行こうって言ったって、まあ、税務署がそれだけ混んでるわけですから、周りのね、飲食店のお店だって混んでるわけですよ。でそこでも何,何分待ちとかね、下手したら1時間も待たされてとか、その頃にまた戻ったらですね、えー、順番越されてたとかっていうこともあるかもしれないじゃないですか。まあ、 一日かけてじゃあダメでした、もう一回行ってダメでしたって、まあ2回3回あればですね、それは諦めますよね、その普通の人は。そんなにね、戻りの金額だって大したことないわけですよ。申請して戻ってきたとし,たもしてもですね、まあ、2万5千円ぐらいでって言ってましたかね。だから、そこまでの手間と時間をかけてですね、下手したらそれ、 まあこの3月のね寒い時期とかに行ってるわけですから外で待ってたりとかね中で待ってたりするだけでも風邪ひいたりするわけですよね。ね年重ねた人の風邪をひくっていうのはまあ結構やばい話でもあるのでまあ諦めますわな自分だっていろんな用事があるわけでその中でこう自分自身がそうやって申請に行かなきゃいけないわけですから面倒くさいですよね本当にね。ということでまあそういうこともありましたということで。 まあ、あらゆる形でいろいろそういう日本人の生活を、ね、防御してるのかなっていうところがありますよね。まあ、役所あるあるっていうかね、本、え、当、ー、役所あるあるですよねに。こっちの得するような部分っていうのはもうやれないことはないんだけれども、もうど,どうにかしてと,とにかくね、諦めさせようっていうところがすごく大きいわけですよね。だけど、まあ、今回のね、567。 のちくわとかあねえ567の部分ですよねそれについてはやっぱり調べれば調べるほど本当にひどい話だなっていう部分もあっていまだにその日本だけがこう情報を開示されてないっていう部分がすごく多くてで分からない人もまだまだいっぱいいてですねまあそちらに対しての 医者の話をね信じてるたりとか、まあ、新聞とかテレビの話しか、まあ、YouTube でさえそんな感じなので、えー、信じるしかないというか情報が取れない状態になってますよね。うん、だけどさすがに皆さんの周りでちょっとこれはおかしいぞっていうところが分かってきたんじゃないかなと思います。まあ、私は本当にね未接種でよかったなっていうところはいっぱいあるんですけどここまでひどかったのかというところがねやっぱりいろいろ出てきてますよね。 でまあ、今、私なんかもねあのもし、まあ、接種してしまった方の方がが、ね、8割ぐらい多い,多いわけなのでこれからどういう症状があるかということもそうなんですけど、まあ、そもそもねそれが原因だと分からずに日々生きている人の方がすごく多いんじゃないかなと思いますけども私なんかすごく感じるのはですね、えー、このところ、まあ、寒かったり暑かったりありますけどちょっと3月にしては異常な寒さなわけですよね。 寒くなるとね必ず出てくるのは救急車なわけですよね以前はこんなにね救急車走ってなかったと思うんですけどもまあこのちくわが始まってからもう3年以上経ってますので3年も経ってるとですねやっぱり鳴らされちゃうわけですよね諦めちゃうわけですよね諦めちゃうというかこういう状況に鳴らされちゃうといやこんなにね、えー、救急車来てるのまあ普通じゃないの音にも別にね驚かないしっていうことでしたけれどもね でこの間ね、衝撃的な事実をちょっとやっぱり見たのはですね、やっぱり今までのちくわの実績ですよね、インフルエンザだけで、えー、データを取っている人がいたんですけど、しかもね、やっぱり高齢者の方がすごく多いんじゃないかなっていう事例で見てましたけども、えー、とインフルエンザでですね、まあ、やっぱりあれも全く副作用がないわけじゃないんですけども、えー、ワクチン、まあ、ワクチンって言っちゃった、ちくわですね。 ちくわっていうのを、まあ、過去10年間2012年から2024年までのデータで取った中で、えーまあ、亡くなった方もいたんですけどもその中で申請をしてですね認定して認められた人っていうのはねいたわけですよねで今あコロナまあコロナって言っちゃったままわかるんですね,時ね 5, 6, ゴール中菜のちくわだけで、えー、死亡をですね認定を受けたあるいは申請をして認定を受けたっていう人がね440人ぐらいいるわけですよねでこれ今も、えー、申請が受理されてまだ審理中っていうのがいっぱいいるわけでその何倍もいるわけですよねで既にもう認定されてるだけで440人いるというわけですよねはいで じゃあ、過去の、ね、10年間です。2012年からあ2024年かな。うん。まあ、12年ぐらいですよね。その12年ですよ。12年の間ですよね。で、えー、インフルエンザだけのワクチンで、えー、死亡認定された人ってどれぐらいいると思いますか ?4 人ですよね。4人。10年間で4人ですよ。まあ、約10年間としたって4人です。 これ恐ろしくないですかね皆さん。で、接種した人数っていうのも、やっぱり10年間やって1万9 1億9000万回、1億9000万人分ぐらいだったんですよ。で、今回の567のちくわっていうのは、まあ、複数回接種してる人が多いので、1億9000万回という方法で、こう比べたわけですけども、まあ、それだってね、1 1 100倍ですよ。100倍以上の差が、 あるわけですねしかもそれの死亡を認定したというところです。でさっきも言いましたけれども、まあ、ちくわでねもしねあのこれちくわが原因で死んだんじゃないかというふうにいー認定しようとしてその書類を作成するだけでも半年とか1年分のいろんな医療データですとかねそういうのを集めなきゃいけないしいしかも認められるまでですね半年もまた1年もかかるわけですよね。 だすぐ書類を揃えてバッと申請したとしても最低でも半年かかるわけですよね。うん、でさっきも言いましたよね、あのー、確定申告で2万5,000円の,あの戻り金を得るためだけにどれだけ嫌がらせを受けるかっていうねそういう話もしましたけどこれだってどれだけ嫌がらせを受けるかっていう話ですよ。もう笑っちゃいますよね本当にねここまでくれば本当に皆さん何のために仕事をしてるのかなっていうふうに ね、役所って何のための仕事なんですかって国民のためにある仕事じゃないんですかという形ですよまあ今ねあの役所だとかそういう公務員になる人っていうのは安定してるからっていう形でね若い人なんかやっぱり選ぶと思うし自分の時なんかも少しそういうところはありましたけれどもねただね給料が低かったんですよね昔はねだから給料が低くても安定してる仕事がいいっていうふうに選んでる人が多かったんですけど 今はね、給料が高い会社なんて、ほんと一部の大企業ぐらいしかないですから、まあ、あとはお医者さんとかね、えー、そういった専門職ぐらいしかないですよね。だから、普通のサラリーマンとして働いてたら、絶対に公務員の方がいいわけなんで、まあ、安定して給料もいいという選択肢が入って、公務員になる方が多いわけですよね。 そういう方たちが何をやってるかっていうとこういった、ね、日本人をかえっていじめてると一般の人たちをどんどんいじめてるという、まあ、他のところでもそうなんですよ別にこれに限ったわけじゃないんですけれどもそういうのに加担するという仕事なんですよね、えー、だからまあ日本にとってこういうことをねいろいろ言われるのは都合悪いんだろうなっていう人は結構多いんじゃないかなと思うんですけどもどうなんでしょうかねはいという形です でやっぱりね、本当に、まあ、上から言われてるから仕方なくやってるっていう人も多いとは思うんですが、やっぱりこういった世の中っていうのを良くしていくにはどうしたらいいかって言って、やっぱり私はもう政治の部分を変えていくしかないなというふうに思って、それを自らね、政党を立ち上げてやってるっていう、参政党に関して、やっぱり共鳴したというところがすごく大きいわけですよね。 で私は他の政党でもいいと思います日本の守党とかね、NHK 党とかね、怪しい政党もいっぱいあるですけれども、ただね、あのー、LBGT 法ですとか、あるいはこの5、6なのことに関してですとかね、えー、地方自治体の改正ですとか、そういうことにことごとくね、質問収支書とかをやっぱり国会議員になって、国政政党になっているわけで、神谷宗平さんはやっぱり言ってくれてるわけですよ。 あれ相当怖いとは思うんですけどね、うん、だけれども国会の質疑質問質問収支書の数ですとかそういったところにもちょっと見ていただきたいんですけれどもあのまあ参政党に興味ないとか政治家に興味ないっていう人はもうどうしてどうでもいいかの話かもしれませんけどねでも他の政党がそこまでやってくれればもっとやっぱり変わると思うんですよでやっぱり一人一人私自身もまだまだいろいろ勉強中で分かんないこともいっぱいあるし どうしようもないところっていうのはやっぱあるんですけどもまずはそういったいろんなきっかけがあって、えー、政治に興味を持たざるを得なくなってきたっていうことですよね。これだけ日本がいろいろおかしなことになってきてどうしてなのかということを考えた場合にやっぱり政治に無関係でいられないんですよ。ね、電気水道の料金もそうだしねえー、教育のこともそうですし。 ね、電車の皆さんが使っている公共交通機関ですとかねあるいは道路とか高速道路だってそうですよねみんな政治があの関係してきてるわけですよ、まあ、それに携わるいろんな利権団体とかもみんな政治に関わってきてるわけですよねでそういうのをつまびらかにして明らかにしていってですねどうなってるのかまずはどういう状況なのかということを認識しないと始まらないわけですね でそういうのがやっとここのところですね参、えー、政党っていう政党が少しずつ少しずつあのつまびらかにしてくれてるところなんですよ。やっぱり政党政治っていう部分ではいろんなところにバックがいてですねそれがどれだけ、えー、力を持ってるのかっていうのは今回の5 6なんでやっぱりよく分かったわけですよね。あの三政党以外に、えー、法も 567のこともお、ね、地方自治法のことに関してもですね文句言え政党がどこもないっていうのでこれで皆さんよく分かったと思うんですよ。私はよく分かりましたああやっぱり利権団体にみんな忖度しないとやっていけないんだなっていうところですよね。 うん、バックにはやっぱり票を持ってる大きな団体っていうのがいて組織票というもので、えー、コントロールされてですね、えー、あるいは武蔵を使ってるかもしれませんがあそういうところでですね票を入れてもらわないと成り立たないということになっているわけですよね。うん、でまあまだアメリカよりもねまだうん、まあ、日本もどうかわかんないですけどおまだマシなところですね。まあ トランプさんなんかの、ね、大統領選とかですね今回の大統領選に出るにあたっての妨害のされ方を見ればですねどれだけあの政治だけじゃないですよね司法もかなり腐ってるんだなっていうのがアメリカではよく分かりましたので、まあ、日本はそこまで腐ってるとは思いたくないですけどまあ半分は腐ってるかなと私は思ってはいるんですけども、まあ、そこを変えるにしたってですねやっぱり政治の力を使わないと。 まだまだまだ日本の中のね政治の部分が、まあ、今の政権用途はダメですよだけれどもその正しい,い,い法律方法とかですね法律にのっとって、えー、政治活動してですね、えー、やっていく上ではやっぱり皆さん一人一人の知識がついてですね政治に参加してまあ別に参政党じゃなくても私は全然いいと思うんですけどもでも参政党以外になかなかここまでくり切り込めて地方今回もですね地方の で国政改革委員の方もやっぱりいっぱい選挙に出てきてますし地方自治体にですね市議だとかね県議だとか村議っていうのがですねこれだけ参加しているっていう政党はないわけですよね。しかもどなたもですねバックにいないっていうのはバックにねその宗教だとか政治団体ですとかね労働組合だとか企業とかっていうものからお金もらってないので。 あのそういうところに忖度せずに言えるっていうところはね、どこもないわけですよ。これ日本医師会もそうですよね。日本医師会っていうのは自民党に莫大な政治資金を提供してるっていうのは、これはいろんな資料を見れば皆さん分かることですし、まあ今の医療協会を見てれば大体分かりますよね。うん、忖度して誰も何も言えないわけですから、五六成に対して。普通はこれはもうね、政治家がもうちょっと言ってもいいぐらいのことなんですよ。だけど、 それについてね、こう言おうとしたら、やっぱり選挙に公認出さねえと公認落とすぞとかですね、えー、党から、ね、あの離党させるぞとかね、そういう脅しを受けるわけで、まあ、もうサラリーマン化してますよね、政治家もね。二党議員と二政議員とかそういうのももう完全にいいサラリーマン化して、それがもっとひどくなってきてると。まあ、私なんかは、お医者さんもそうですし、こういったところもそうですし、ヤクザの組織とそんなに変わらないんじゃないかなと思ってますよね。 もう白を黒と言えみたいな感じになっちゃってますからあんまりそう変わらないんじゃないかって私は思ってるんですけどどうでしょうかね皆さんねええだけれどもまあそれを正直に言えるような組織っていうのがまだあるうちにこれだってどうなるかわからないですよ神谷総平さんだっていつね暗殺されるかわからないですしただからこれだけ地方議員が出てきて一人一人のね、えー、皆さんがどういうレベルでかはわからないですけれども 私もね日々勉強しているような立場なので、えー、だんだんとこういややっぱすごいなという風な部分までね、えー、分かりつつあるというか理解しつつあってじゃあどうしたらいいのかっていうとまあ私はまだ一般党員という、ねえー、レベルですけれども情報を得てですね、えー、日々研鑽してですね えー、一人でもこういう、まあ、YouTube でここまで聞いてくれる人がい,いらっしゃるかどうかわからないんですけど別に賛成党に入ってくれとかそういうわけでは全くないんですけども、まあ、情報論源の,一つ,の人一つとしてですね私の動画なんかも参考にできればいいかなという形でお話をさせていただいておりますでねやっぱりあの党としてもですね今公式見解で赤坂ニュースっていうのを出してるんですけども やっぱり YouTube では言えないことっていうのをあの裏で話をしてるんですね。で、情報を得るっていうためには、私もよく言うんですけども、やっぱりそれなりの犠牲を払っていかないといけないとは思います。で、今の時代、特にまだ日本ではですけれども、なかなかですね、その情報に近づいていく、心,あの心理に近づいていくっていう上ではですね、 あのー、無料で全部得ようとしたらもう無理な話ですよね。例えば本を買うにしたって、えー、まあ中古で買うにしたって時間はかかるわけですから Amazon で買うにしたって大変なわけですからなかなかね難しいですし、まあ、また新品で買おうとしたら1500円だとか1200円ぐらいはやっぱり最低でも、ね、支払いが生じるわけでやって。 じゃあそれぐらいの情報量を得ようとしてもっと簡単にいけようかなと思うとやっぱりこの私はね私はですよあのこの参政党の一般党員になるっていうことでの情報量の得方っていうのはまあ変えがたいなというところです。赤坂ニュースがあ,のあってですね、えー、それを裏の部分あの表のニュースと裏のニュースっていうある裏のニュースっていう言い方変なんですけども。 もう一本前編後編という形で一つのコンテンツに対してですねだいたい前編後編で言ってるんですけど後編では結構思い切って言ってるんですよねこれはあの動画、まあ、会員登院限定の動画になってたりとか微妙でね、えー、とお金を払えば見れるようになってたのかな、うん、そういったあの有料サイトになってるんですけども、まあ、なかなかねそこまで見ないとある程度のことはやっぱり理解しづらいかなということですよね。 えー、私も567とかです、ね、ちくわとかって言ってますけれどもこれだって再生回数が少ないからまだこれで済んでるんですよ。これ何万回とかですね、えー、再生されるようになれば、まあ、結構大変だろうなという形はあります。でしかもですね、えー、まあ本当かどうかわからないんですけども、あのー、私のデータだけではなかなか理解できない部分ではあるんですが再生回数っていうのはね、えー、とコントロールされてるみたいですね。 えー、いっぱい見られてるとあ,あ見ようかなっていう形で見ようとする人はやっぱりいるわけですよね。同じように真理を伝えてるんだけれども同じ名前で同じ内容でっていう形でも、まあ、都合の悪い内容をね、えー、こうやって話してる場合ですね、えー、意図的に再生回数を落としたりとかあのバッドマークをつけたりだとかあのグッドマークをつけた人を消したりだとかねいろいろこう操作されてるみたいです。すすごいですよね、えー、まあ どっかの会社がね、どっかで経営してる、ね、どっかの下で経営してるものなんで、やりたい放題なんですけど、まあ、それはしょうがないなっていう、場所を借りてるわけなんでね、私もね、えー、ある程度しょうがないなとは思うんですけど、まあ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 、そういう感じでやられてるわけですわ。うん。ということを理解した上で、皆さんね、情報を取っていければなと思います。でね、私が今話したようなことなんかでは、なかなか興味が持てないということも、いろいろあると思うんですよ。で、 あの今の日本ってね、本当にひどいことばっかり行われてて,て、まあ移民の話の部分もそうですしね、埼玉県のクルド人の問題なんかもそうですけど、ちょっと電車に乗って、えー、いろんなとこ行けばすぐわかると思いますし、えー、観光地に行けばですね、えー、もう如実にわかるわけですよ。私がね、行ってほしい観光地の一つに、河、えー、口湖があります。これはね、中央線の電車で行って、最後の河口湖の先まで行ってもらうといいんですけども、 まあ、ほぼほぼ外国人ですよ。駅降りると。河口湖って駅で降りるとですね。まあ、すごいですよ。9割以上は外国人だと思います。日曜日行っても平日行ってもですね、えー、そんな感じですよね。で、駅員さんはもう英語で対応してますし、いまあ、英語で話をしている人が多いんですけど、もう各国、いろんな国の人がいっぱい来てます。まあ、都心から近いところの観光地で言うと、そこが一番すごいかな。まあ、 富士山がよく見えるところだと思うんですけどもうほんと行ってびっくりしました中央線に乗ってる時点でもね結構外国人の方増えてくるんですけど、まあそこはねあの歩いて気軽にやっぱり川口湖畔に行けるってこともあるし晴れてれば本当に富士山が綺麗に見える場所なんですよねでお土産屋さんなんかもやっぱり外国の人に対応してる部分はあると思うんですけどまあ本当にねすごいですよビビりますよ まあ一人で行ってたらね、ほんと浮いちゃってね、怖い感じがします。ここ日本なのかって感じくらいしますよ。うん、それでね、ちょっとカルチャーショックを受けると思うんですけど、まああれはね、まだね、観光地だからいいっていうところも、まあよくはないんですけどね、よくはないんですけども、あの、まだいいとしても、やっぱり住んでる人がすごく増えてきてるなっていうのは、あの、子供が増えてきたりとかね、してるわけですよね、すごくね。 で、皆さんの行ってる学校とか、高校さんがもしね、いらっしゃって行ってる学校とかにも、1人、2人はあの必ずね、公立学校とかでもいらっしゃるんじゃないかなと思います。昔は全然いなかったですけどね、本当に。僕の時代なんかは小学校なんか一1人もいなかったですし、えーまあ、交換留学生とかね、たまに中学校とか高校とかで来てたぐらいで、やっぱり街中もですね、ほとんどいなかったですよね。 だけども今電車に乗ったら同じ電車の車両に1人2人は必ず外国人の人がいるっていう状況特,特に都心ではそうですけどもそれぐらい増えてきてるなっていうのは肌感覚としてわかると思います。でこれが何の問題なのかっていうのはね、えー、いろいろ調べてもらえばわかると思うんですけどやっぱクルド人の問題とか海外の問題とかっていうのをいろいろ調べないとわからないところですよ。まあ 移民の問題っていうのはですね、えー、アメリカでも今いろいろ問題になってますけども、まあ自分たちのそういった社会がね、やっぱり蹂躙されるってことですよ。蹂躙っていう言葉もわかんないかもしれないので、こういうのも調べてくださいね。やっぱりその乱されるっていうことですよね。いろいろと乱されるということです。まあ、食の部分もそうですしね、えー、インフラもそうですし、まあ中国人なんかはね、えー、どん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 その、 年金じゃないや、なんだっけ、えっと、あれありますよね、働かないでね、お金をもらってるような、あれあるじゃないですか、ちょっと言葉出てこないんですけど、あれなんかをどんどん新設しちゃってですね、地方政治が破綻する域まで行ってるとかね、外国人にどん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 家を買われるとか、交通ルードを守らない車がどんどん増えてくるとか、そういうのが増えてくるわけですよ、そういうのに免許を取らしてるわけですからね、日本は。うん。で、どん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 解放してると。 じゃあ何がやってるのかって言ったらやっぱり岸田さんだけじゃないですけど岸田さんなんて言いたたことないですけど岸田がどんどんね解放しちゃってるわけじゃないですかああいう自民党政治がどんどん解放しちゃってるわけですよねじゃあ自民党がなんでそんなことするのかって言ったらアメリカの言いなりだからですよ植民地だからですよねでそれをきちんと街頭演説で言ってるのは参政党だけですそうなんですよきちんと言ってるんですよだから自民党政治はもう終わりですよと終わってますよというふうに神谷さんはもうはっきりと 街頭演説で言ってまますすよね私もそう思いますだけれどもじゃあどうしたらいいのかって言ったらやっぱり少しでも政治に関心を持つ自分の周りのことから何でもいいと思います例えば食とか健康のことでいけばですね、えー、なんで医療費がこんなにどんどん増えてるのか何で街中に病院が増えてるのか何で街中にこんな薬局が増えてるのかそれは病院行ってるからですねみんながね じゃあなんで病院に行くように仕向けられてるのかって言ったら病気は治らないかみんな言ってるわけですよね年寄りが。で1割負担だとか2割負担だから安いって言って。で先生っていうのはむこ昔の人は特にそうなんですけど病院の先生っていうのはねやっぱりすごく偉かったんですよね。やっぱりその位も高かったし尊敬されてるせん存在だったんですけど今もねそういう思いで行ってる人は多いんですがまあ今若い人の中には気づいてる人もいるし年配の人で。 あ明らかに変わったなっていう人はやっぱり行かなくはなってますけどもそういうところからですね、えー、変わってきてるというところもあります。でまあ政治のことに関心ある人なんかはやっぱりねいろいろ政治のことを見てることも思うんで別にこれはいいとしてですねあるいは自分のしてる仕事でそういう日本のおかしなことっていうのを感じる人もいっぱいいると思います。 今回のね、567の騒ぎで、まあ、看護師さんとかお医者さんの中でやっぱり気づいてる人もいっぱいいるでしょうし、そういう人が日々ね、あの患者さんとして、後遺症、あのー、567とかね、567じゃない、ちくわの後遺症でね、来てる人がいっぱいいるわけですよね。で、明らかに、あの、今、接種回数なんかを、接種してるかどうかっていうのは聞かれる時がありますし、聞かれないかったとしてもですね、えー、それを調べるみたいですね。 やっぱりそれがどういう影響があるかっていうのはまだまだ分からないし、まあ、上からねそういうのを認めるなということもなんか命令としてきてるみたいなのでそういうところでも分かりますよねはいだからそこら辺はも,もちろんですけども例えば介護職なんかのねやってる人なんかでもですねああうるさいっすねヘリコプターねこうやって飛んでくるわけですよ、えー、神奈川県っていうのはですね、まあ、基地がいっぱいあってですね えー、しょっちゅう厚木基地なんかの上なんかはもうすごいですよ低空でね、えー、輸送機が毎日のようにガンガン飛んでますからねでヘリコプターもいっぱい飛んでますこれは何のヘリコプターなのかよく分かりませんがまあいっぱい飛んでるということですそういうのが気になってこうやって音に入っちゃうということですねこれライブでよく分かりますよね <laughs>、うん、それとねあの参政党の赤坂ニュースなんかもそうなんですけどなんでか分かんないんですけどね 救急車の音がよく入ってくるんですよ。ああいうふうにね、ライブでよくわかるようになってきますよね。救急車よく走ってるなっていうのがね。ああいうところでもよくわかるわけですね。私にもね、たまにやっぱり聞こえちゃうときあるんですよ。こうやって動画撮っててね、こんな7、1時間、時間撮ってると、いろんな音が入ってきちゃいます。ね。だからそういうのはあえて載せているところもあるんですけど、まあ、カットするのがめんどくさいっていうのもあるんですが、そのまま撮っていきます。はい。あ、そう、介護職の話ですね。 介護してる人の話なんかを聞くとですねやっぱ入居者さんがものすごい勢いで減ってるわけですよ。ねえー、入居者さんっていうのはまあ介護付き老人ホームっていうこともあるしそのまま住んでるようなところもあるしあの通ってるところもあるわけですよね,ね、えー。いろんな老人ホームの形がありますけどもまああの年配の人っていうのは あの基礎疾患がある方から基礎疾患がある方からっていうのがまたねミソなんですけど明らかにバスバス、ね、打ってるわけですよだからものすごい勢いでやっぱり死んでるらしいですねなくお亡くなりになってしまってるところですよねまあほんとこれは人減らしだなとは思うんですけどもで、えー、なおかつ基礎疾患そういう方がある方 に対してバシュバシ打って、ね、またなくなりやすくなってるわけですよね。で、病気にもなってるし、ひどい状況にもなってるとね。いう形です。まあ、もちろんね。7回打っても何でもない人もい,いるみたいですが、まあそのうちね。なんか出るでしょう。っていうことは間違いないですね。時限爆弾みたいなの。こう体の動きを埋め込んでるようかなと私は思ってます。けれども、まあそれと変わらないですよね。で、そういうところからいや,いや。これや明らかにおかしいよね。って。 で中にはねあのそういった入居者のお世話をするためにやっぱりその介護職の人もですね、えー、ほぼほぼ打ってるわけですよね特に2回目ぐらいまではやっぱ打ってる人も多いですしそうするとですね、えー、明らかに調子が悪くなってる人っていうのも結構 X なんか見てるとですねやっぱり出てきてるわけですよねというところなんかもあります。あるいは、ね、飲食店なんかやってても 今回の567でやっぱりやめざるを得なくなったっていうこともありますけどどうでしょうかね原材料とかも値段が上がっていることもあるし原材料の中身とかね、えー、どうでしょうか皆さん商品表示とか見てる人もいらっしゃるでしょうかね、えー、まあいろいろとものがここ何年か何十年かでどん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 入れられてですね味も匂いも減ったくれもないような野菜なのか肉なのかよくわかんないようなものがどん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 ,どん スーパーとかね、えー、市場に置かれるようになってきてます。はい。という形でね、汚染がどんどん進んでるということですね。そういうとこから、じゃあ、なんでそんなものが入るようになっちゃったのかとか、なんでそういったものを添加物をね、ガンガン入れるようになったのかっていうと、これも政治の問題わけですよね。うん、で、いろいろ調べていくと、アメリカから圧力がかかってきてるということですし、日米合同委員会っていうので、そういうのが決められて、 スケジュール通りにやられているということだけの話なんですよね。だけの話ってわけじゃないんですけど、そういうところが原因になってきてるわけですよね。で、そういうところもちょっと調べれば、ちょっと調べるっていうかね、やっぱり時間はかかると思います。そういう情報にたどり着けるかどうかも結構大変なことではあるんですけども、やっぱり、ね、あのー、そこでね、情報を得やすくなってるのが、やっぱり私は今のところ賛成党の情報源だと思います。 何かに忖度してたりとか何かに気を使ってたらですねそういった情報っていうのは得られないわけなんですよね。はい。で、この間 X なんかでもねちょろっと出てましたけど有名な YouTuber さんなんかもですね56に対して有利な 有益な話をすすればですねお金がいっぱいもらえるみたいなね、えー、情報もやっぱりそれ誓約書としてこう出てきてましたね写真がねさすがだなそういうことを晒す人もいるんだなというところですけど結構勇気があるなとは思いましたけどもねそういうところですだからもうそういった形でまあ日本人がなんでこんなにやられてるのかっていうとやっぱり植民地化されてたということなんですよねで私なんかバブルの時代もちょっと経験してましたからあのー まあいい時代だったなということはあるんですけどあの時代にですね、えー、どんどん経済的にこう発展させてまあ豚のようにですね、えー、声太らせてから刈り取るっていうことをやってるわけですね今ね例えばこに日本人っていうのは一生懸命やっぱりやるわけじゃないですかあの仕事とかもねで土地だの何だのお金だのっていうのを一生懸命貯めてまだまだ対外資産ですとか個人時のね、えー 貯蓄っっていいいうのがいっぱいありますよね。だけど結局相続税だとかあそういったもの法人税だとか税金でいっぱい取って政府にお金を持たせてから結局アメリカが全部持ってっちゃうっていう感じですよね。まあ自分の個人資産なんかもですね、うんえー、ゆう,うを解体したりだとかあるいはあにアメリカからね指導のある銀行の法,法的なものとかねそういったものとかあと NISA なんかもそうですね、株式に投資させてて、えー、り取るっていうね。 まあ、ブロックロッッククととかね、ああいうところがみんんななやってる方法なんですよ。で、えー、そういうところはね超法規的な部分を超えてまして、あのー、国のそういう制度とかでそういったものを超えてるわけですよね。WHO の動きなんかを見ててもよく分かりますよね。やっぱり超法規的なそういったものを超えてやってきてるわけなので。 で彼らはまあ一枚板ではないにしてもですね、まあ、めちゃめちゃお金を持ってですね、いろんなものをその国を超え,えて、法律を超えて、ー、コントロールしようとしてきてるよっていうところなんですよ。で、世界中の人たちはそこに気づいて、放棄してるわけですね。で、今、皆さんが取れるニュースの中でも、まあ、大手メディアの中でもちょっとやってるのはですね、まあ、NHK の BS のニュースとかでしかやってないのかな、よくわかんないんですけども、見れる範囲としては、 あれは何に対して怒ってるのかっていうことを正確な話でちゃんと言ってくれないんですけどもあの世界中の国でもやっぱり超法規的にいろいろ変えてですね農家が農家,農家としてやっていけないように補助金をやめたりとかね肥料、えー、の値段を爆上げにしたりとかですね、えー、そういった形でですね農業を続けられないようにして。 あとと種を有料化したりとかですね、もういろんなことをやってですね農家をいじめて「もうやってらんねえ!」とこの野郎っつって怒り出して、まあ、あの人たちはねやっぱりその昔からねその国が悪いことをやるっていうのは知ってるんですけれどもそれに対して本気で怒ってこういうふうにやってきてるわけですよね。農家がこう一人ではダメなので一致団結して国どうしても超えてですね、えー、ああいうふうに怒ってるわけですずっと怒ってるわけですよね。 まあそうですよね。だって自分の代でもうあれ続けられなくなりますから。うん、これこ,こでもうやけくそになってね、やけくそになってるかどうかあれですけど、本当に抵抗しとかないと、本当にやられちゃうなっていう形です。じゃあ、農場とかをどうしてるのかっていう、廃業になったところをどうしてるのかっていうとね、ビル・ゲイツとかがめちゃめちゃ買ってるわけですよ。あるいはね、あのー、そういう製薬メーカーですとかね、まあそこに息のかかったところが、 いいろろ買ってるわけですね食品メーカーですとかねそこの巨大企業がめちゃめちゃ買ってるわけですねそういうことの背景だって何が起きてるのかっていう形で日本にどうしてそういうのが起きてるのかっていうことだって世界中の動きを見てたってやっぱり分かるわけですよ日本もやられてるわけですよガンガンねええー、農地を買われたりとかわざ、まあ、とそうやってちくわで人口を減らされてですね農業をやってる人たちの人口平均年齢がみんな60を超えてるわけですから それで地下をガンガンうたわされてですね、えー、死んでしまったら豊作好基地になってそれをガシガシ買いまくるところがまた増えてくるわけですよね水源も取られて山も取られてっていう形でまあにまだね河口湖はいいとしてもニセコなんかひどいですよねあれねあの現地のところをレポートしているところがありましたけども YouTube でまあほとんど日本人なんかいませんよめちゃめちゃ高いですからねあの一泊の値段が10万とか20万とかするわけですから。 それは泊まれははまませんよね日本人はだけど海外の富裕層たちは泊まってですねあちこちにあのリゾートを作ってですねそこ、えー、で働いてる日本人が時給2000円ぐらいで働けてすごいうわウわしてるっていうね、まあ、どっかのね縮図なんですよね昔のあのアジアの国で起きたことと一緒なんですよね。うん それれが日本人で起こされてるっていうだけの話でどうしてそうなってるのかっていうとやっぱり円安が影響だったり国の力が弱くなってたりとか直民地化されてるからそういうことをいいようにやられてるということなんですよね。まあ、今回はこう大雑把に話をしてきましたけれども細かい話をするとやっぱりいろんな話がこう出てくるわけなんですよ。でそこら辺に対してですねやっぱり疑問を持ってじゃあどうしたらいいのか。 あなた自身で活動してもいいと思いますけれどももうそういう部分でですね日本がが乗っ取られれる時間がもうそれほどななないいんじじゃないかなって私はもう感じています。食べ物もこうなって命までこれだけ握られてねなんかちくわの中に入っている遺伝子だかあのそういったナノ部品とかで5字を受けると勝手に脳内が起こされちゃうっていうそういう情報まで出てきてるぐらいですから。 それいまだにねやり続けてる日本っていうのはすごいなと思うんですけどもそこまでやばいものが入っても、えー、誰も何も言えないということですしじゃあ行ったところでどうなるのかっていう入れちゃったらどうなるのか抜くことできるのかっていうことの問題でもありますしねだから私なんかね参政党の集まりなんかでこう行ったりするとですねほぼほぼ全員の方が未知数ですよこれすごいですよねやっっぱり情報ちゃんんと取ってたからなんですよね。 でそういう人たちが未接種で入れるためにどれだけ努力したかっていうのも私自身もそうでしたけど私なんかはもう職を変えないとい,ない,いられないぐらい大変な状況でしたよ。ねそれをな,しなすことにはなしにすることはもうできないです私は。納得いかないです。許せないですこんなのは。ここまでね日本人をなめるなというふうに言いたいですよ。ね なめるなってこの同しというかね日本人同士でもこんなことやってる場合じゃないんですよ本当にうん一人一人がどれだけ認識を持ってなかなかこうねこんだけやられてたのかって気づくたんびに落胆してしまうんですけどもでもやっぱり落胆しても始まんないんですよねまずはしし知ることでどれだけ皆さんが落胆するかわからないですけども落胆しても落胆してもこうやっぱり もう前に進んんででいいいいかないといけなとけすよね。ねもう正直言うと本当にその体内の中にですねおちくわを入れただけであなたがどれだけ生き,生き残れるかわからないですし私自身だって別に入れてないからって言ったって他の原因で死ぬかもしれないんですよ。だけれどもこのままでいいんですかっていうところなんですよね。皆さんそのままでいいんですかと。ね。あんだけ騙されてちくわを打たされてえー。 まあおとなしくそごそごして毎日平穏に生きてるのも別にありですけれどもそれでいいんですかということを私は言いたいんですよね。本当に。ここまで舐められていいんですかというふうに言いたいですよ。で日本でいうこのはね本当に素晴らしいですからそういう歴史を学ぶ部分もその参政党なんかではねあの提供してくれるんですけど本当にこの素晴らしい日本をですねやっぱり代々つないできてる人たちがいるわけなんですよね。 だからそれをやっぱり残していきたいなっていうこともありますし私はトヨタのこういった姿勢っていうのもそういうのにちょっとつながるなっていうことはあるんですよね。えー、トヨタのクラウンがこういった FCV トヨタの自動,、まあ、自動車産業っていうものはもうやっぱり日本の車が本当に私は優れてると思うんですよね。まあ、海外の車に乗ったことはないですし、まあ触りでしか乗ったことはないんですけども海外の車もやっぱ素晴らしい車いっぱいありますよ。だけれども やっぱり上の連中がですねそうやって簡単になびいてしまうようであってはやっぱりダメなんですよね。日本みたいに日本のトヨタもまあ国を挙げてちょっと支援してたところももちろんあるんですけども、ね、政治的な思惑ももちろんあるんですけどやっぱり根幹にこの技術を残していこう日本の産業として残していこうっていうところがあったからこうやって残ってるわけであってこういう研究をずっと続けてきたからこういった車が残ってるわけで。 それはインフレ整備も含めてですね、まあ、植民地でありながらも一生懸命こういう研究を残してですねで電気自動車だけでどうしてもやっぱりダメなわけで電気自動車がどうしていいかっていうふうに宣伝してるかはやっぱトヨタ潰しっていうところがすごく多いんですよね。それをやっぱり見ていけば、 皆さん分かると思います。別にトヨタ潰しじゃなくたって電気自動車が流行ったら皆さん困るでしょとこの寒い中でバッテリーをどうやって充電するか何時間も充電しなきゃいけないのかっていうところね30分で急速充電するにしたってめちゃめちゃ電気で使うわけじゃないですかそうすると電気料金になってまた上がるわけですよね電気料金になって再生可能エネルギーの再エネ付加金っていうのがどん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 上がってるわけですよ皆さん電票もね今見れなくなってきてるでしょペーパーレスになってきて あのー、電気料金がね、えー、メールで送られたりするようになってくると内容も見ないわけですよで内容も変化しちゃってよく分かんなくなってくるわけですよこれだけ引き落としだけですよっていう風になってくるわけですよねそうやって情報を見れないように見れないようにして考えないようにして考えさせないようにされてるわけですよねうんという形であのー、皆さんが問題意識を持って情報を取りに行かないとどん,どん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 バカにされるっていうのが今の世の中なんですよね 本当にそう思います。本当にこれは危機だと思います。だから、あの私も定期的に、ね、こういう情報を出して、えー、どこまでここまで聞いてくれる人がいるかどうかわからないんですが、なるべくね、えー、私のこの時間を使ってくれた方にね、有効な話ができればいいなと思っております。で、別に再生回数がね、低少なくなる方が、聞いてくれる人は多分聞いてくれてると思うので、あのー、できる限りの話をね、していきたいなと思います。 本当に、ね、ここまままでで最後まで聞いていいいててただどううもありがとうございます。問題意識のある方は今のことの中のいくつかはクリアしてるし私自身の情報以上に情報を収集してる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれどもそれはそれで皆さん検査していただきたいなと思いますしもしそういう情報をねお,りお持ちであったら、まあ、コメントしていただくのもありがたいですし 周りのまあコメントしなくてもですね周りの方に少しでもあの広げる努力というのをねしていただきたいなと思います私はね知ったからにはやっぱりなるべく多くの方にねあのお知らせしていきたいなと思いますただこれは問題があってですねやっぱり知らせるにしてもあの聞く人たちのね、えー、準備ができてないと 全然話が入っていかないんですねね頭の中に、ね、これは自分自身でもそうなんですけれどもあの聞く人の準備っていうのはねこれ本当に必要だなと思うわけですよ。情報を得ようとした時にそんなのあるわけないっていう形で否定してしまうとですね全く頭に入んないんですよね。かそれそうじゃなくてもそれを否定する言葉しか出てこないんですよ最初のうちは。 まあそれは私は最初はそれでもいいと思うんですけどもそれでもねじゃあなんでということを、ね、問い続けないといけないですねじゃあなんでこんなふうになってんだ本当にそれが合ってるのかと検証しないといけないし情報を得続けないと真相にどん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 離れていっちゃうわけですよねで頑固にもなっちゃうと思いますで年を取るとねやっぱりそういう頑固になるっていうのはすごいよくわかると思うんですよねうん今の 感覚自体もね嗅覚とか目とかね触覚とか、えー、そういったものの感覚っていうのもどん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 鈍くなってくるし考える力もどんどん弱ってきてるわけですよねだから本当だったら若い人にねそういうところをどんどん考えてもらいたいし気づいてもらいたいし聞いてもらいたいんですけどまあ残念ながら私のね視聴者さんっていうのは結構年配の人が多いです同世代か年配の人がほとんどなんですよね こんなね動画を最後まで聞いてくれる暇な時間のある人っていうのはなかなかいないと思います。だけれどもまあ分かった人からで私は全然いいと思うんですけれどもあの行動ももしてもらいたいいたなと思います自らその情報収集もそうですしそれが分かった上で私よりも情報がもっとある方なんかはどんどんその情報をね、えー、伝えられる人に伝えていけばいければいいなと思います。 まあそれでもね、なかなか私は仲間を見つけることが不可能だったので、賛成党というね、えー、党に参加してですね、まあ、少しでも政治を変えていけたらなということもそうだし、情報を伝えるということがいかに大事なのかなということで、えー、分かった人間なので、えー、どんどんそういうのに、まあ、それとね、やっぱり仲間も欲しいわけですよ。こういうふうな発信をしててもですね、やっぱりどうしても分かってくれる人ってすごく少ないんで、寂しいわけですね。 そういう場に行くともう分かってる人しかいないので本当にあの安心するというかあ日本にもまだこういう人がいっぱいいるんだなっていう形で、えー、すごくあの励みにもなりますしね。えー、ということで、まあ、そういうところから、まああのー、理解をしていって、えー、力をつけてですね、まあ、日本にこういった政党ができたっていうのは私は奇跡でもあるかなと思うんですけどその奇跡をね、えー、なくさないように頑張っていきたいなと。 思いますはい最後までね聞いていただいてどうもありがとうございます。